はい、どうもいいです。はい、ということで本日ね、お休みを2日、もげで、ウォレスとの試合だったんですが、結果は4対1で勝利。5連勝。イエーイ！いや、まさか今日勝てるとはね、正直。ホークスの先発がスチュアートジュニアで、まあ、オリックスさんの先発が、試合開始まで時点で防御率 0.55 の、SP ノーザということで、うわー、きつーって思ってたんですけど、終わってみればね、4対1快勝ということで、これでホークス、今シーズン最多貯金14更新、強いって。いかにね、今のチーム状態がいいかっていうのね、見せつけてくれました、ホークス。本日のスタメンがこちら。ついにね、周東くんが戻ってまいりました、スタメンに。で、6番に河村くん、7番に栗、って感じでね。で、2番に今見か。まあ、周東くんが1番に入ったぐらいで、まあ、基本的にはいつも通りのスタメンですね。で、オリックスの方が、まあ、4番に森友、5番セデーニョっていうオーダーで、主力級のね、中川圭太選手とか、頓宮選手とかは、スタメンから外れてたみたいで、なんか調子でも悪かったんですかね。中川選手に至ってはね、試合前時点で打率2割9分5厘でかなりのハイアベレージなんですが、まあ、両チームこのようなスタメンとなっておりました。はい、それでは本日の試合振り返っていきましょう。先ほど申し上げた通りね、本日のホークスのスタメンがスチュアートジュニアということで、まあ、防御率はね、試合開始前時点で 2.49 って良かったんですけど、まあやっぱ球数が多くなりがち、フォアボール出しがちってことで、大丈夫かなと思いながら見てたんですが、先頭の福田周平選手はキャッチャーファウルフライ、お、先頭あっさり切って、立ち上がり悪くないんじゃないスチュアートと思ってたら、ちょっとねセカンドゴロね、普段と違う地方球場でバウンド合わせづらかったのもあるんでしょうけど、あとミモリンがここでファンブルしてしまいまして、エラーで出塁を許しましたよと、大丈夫かなと思いながら見てたんですが、やっぱり案の定ね、ただで終わるはずありませんでした。続く栗林選手をライトフライで打ち取ってんですが、4番森友にフォアボール、ランナー2人打ってね、オリックスチームナンバーワンの OPS を誇るセデーニョを迎えてしまいました。やばい。去年僕ね、テーピュードーム試合見に行って、まさにこのスチュアートがセデーニョに3ラン叩き込まれて9連敗した試合を目の当たりしてたんで、蘇るあの頃のトラウマ、あ、大丈夫かスチュアート抑えれるか心配しながら見てたら、セデーニョ放った打球がセンターへポーンとグングングーンとどんどん伸びていきました。あ、終わったと思ってたらね、フェンスギリギリで周東くんが追いついてくれました。危ないって、マジで死ぬかと思った。センターがね、俊足の周東くんでよかったですね。まあ河村くんでも、河村くんも俊足だからどの道変わらんか。まあなんとか原くんも、無失点で切り抜けてくれましたスチュアート。ただね、相手ピッチャーもうエスピノーザってことで簡単に打たせてくれるはずもなく、1回裏は三者凡退で仕留められまして、2回表ファーストゴロ、ファーストファルフライまだ良かったんですが、フォアボール出して、セカンドゴロ、まあ、4者凡退で抑えました。まあ、なんだかんだゼロで抑えてくれてるんですけど、この時点で球数43ってことに、やっぱなんか球数かさんじゃいますね、スチュアートね。で、2回のホークス、小高三振。ただ、コンちゃんはヒット。しかし、後続が続けず、カマル君はレフトぐらいだったんですが、なんと、栗原君がヒット。ツーアウトランナー1、3塁。ツーアウトながら作ったチャンス、開拓や。ここで、打撃版会見を放って、チームに貴重な先制とあげてくれ！センターフライ。いや、惜しかったんですけどね、このあたりね。まあ、ただ、この時から口には出してなかったんですけど、配信当時。あ、意外とヒット出るな、と。まあ、この回得点には繋がらなかったんですけど、前回対戦の時よりかは、なんか、取っかかりがありそうやな、っていう雰囲気が漂ってました、ホークス。しかし、3回表、先頭福田周平選手を、キャッチャーファルフライ打ち取り、続く西野正弘選手をファーストゴール打ち取り、ツーアウトランナーなし、このまま3勝持ったらいけるかと思ったんですが、フォアボール出してからの、4番森友にタイムリースリーベース。いやー、ツーアウトランナーなしまで良かったんですけどね。そっから、フォアボールを出して攻撃繋げられて、まあ、ツーダーを浴びるという。まあ、スチュアートのよくあるパターンですかね。相手ピッチャーもエスピノーザなんで、うわー、いや、さすがにこれやっぱ今日厳しいんかなと思わざるを得ない展開でした。まあ、ただ、後続はキャッチャーゴロで抑えて、スリーアウトチェンジ。で、4回表ね、先頭胸にヒット打たれて、続く西川選手にもヒット打たれて、ノアとランナー1塁2塁。で、若月選手送りバント決められて、ワンアウト2、3塁。オフ。きついんか。やっぱ無理なんかスチュアート、今回も勝ち星つかめんまま、ここで終わってしまうんかスチュアート、俺寂しいよ。そう思ってたら、三振三振。9番1番を連続三振でねじ伏せました、スチュアート。これよう抑えましたね。もうスクイズでもアウト、犠牲フライでもアウト、ボテボテの内野ゴロでも多分アウトっていう状況だったんですけど、なんとこの大ピンチをゼロで乗り切ってしまいました、スチュアート。これ、この大ピンチの後、まあ、ピンチの後にはチャンスあり、ホークスに流れ来てる。もう確実にね、もうこの4裏で何か起こるんじゃないですかと思ったんですが、何も起こりませんでした。いやー、柳田山川近藤のね、YYK クリーンアップがなんか起こしてくれるんじゃないかなと思ったんですけどね。まあそう簡単にはいきませんでした。ただ、5回表、スチュアートなんと三者凡退。こういうのでいいんだよ、こういうので。ここに来て調子を上げてきましたよと、すでに投球数98ですけど、なんとか打線追いついてくれないかなと思いながら見ていました。そんな5回裏、先頭河村2ベース。すごいよ、河村くん。田崎朗希からも、今井達也からも、エスピノーザからもヒット打ちます。もう光り輝いてる。マジで台頭してきてくれてありがとう。ただ続く栗原くんはセンターフライでランナー進めず。だったんですが、なんと、甲斐キャノン、8番甲斐キャノンにヒットが生まれて、ワンアウトランナー3塁。いや、河村くんも栗原くんも良いとし、最近甲斐キャノンもね、コンスタントにヒット打ってるんですよね。今月は、5月6日以外は全試合ヒット放ってるようで、それは打線のつながりめちゃくちゃ良くなるわなと。で、続きまして、得点圏お化けのミモリンが1、2塁間やめてタイムリー。勝負！もうミモリンどうしたの最近。
ちゃかちゃ打ちますやん。毎日毎日。恐怖の9番。軍師超えて軍神大将軍。元から片目打ちタイプの選手であると思うんですけど、ほんと一度調子乗ると手がつけられないですね、メモリーね。6番から始まる打順で、このエスピノーザから点を取ったと。もういかに今のホークス打線が調子いいかよくわかりますね、この攻撃でね。ただ後続は続けずにスリアとチェンジ。で、問題この後っすよ。スチュアート6回表のマウンドにも上がったんですけど、スチュアートってね、味方に点取ってもらった直後、結構な確率で吐き出し、失点しがちなんで、大丈夫かなーって思いながら見てたんですが、なんと、ワン、ツー、スリー。三者凡退。5回、6回。2イニング連続三者凡退で切ってくれました。今思うとね、これでかかったっすね。ここで、またぐだぐだやってたら、完全にホークスの流れとはならなかったと思うんですけど、このスチュアートの2イニング連続の三者凡退で、完全に流れをホークスに引き寄せたなと。これであの6回裏が生まれたわけですね。先頭ギータが内野安打。続く穂高がヒットを放って、ノーアウトランナー三塁。そして、7区のイケメン、近藤圭介さん、タイムリーツーベース。イケメンで、河村から見逃し三振してしまったんですが、なんとここで、7番栗原涼也、2点タイムリー。いや、コンちゃんの勝ち越しだもお見事でしたし、まあ、この栗原くんの2点タイムリーマジででかかった。ここでも正直勝負ありって感じでしたね。まあ、2対1のままだったら1点差なんで、もうソル一発パコン浴びたらもうそれで追いつかれるんで、ピッチャーのプレッシャーも結構なものだったと思うんですけど、ここで栗原くんが打ってくれたおかげでね、後から出てきた勝ちパターン3人集も、だいぶ気持ち楽に投げられたんじゃないかなと思います。いやー、栗原くんいいね、最近。5月の打率が4割を超えてるらしくて、ほんと開幕直後のあの絶不調の姿からは信じられないようなぐらいね、打ちまくっております。柳田、山川、近藤、コアとなる3人以外もね、アムラも打ちます。栗原も打ちます。カイケノンも打ちます。ミモリンはちゃめちゃ打ちます。そりゃ強いよでね、去年と比べたら先発陣もだいぶ安定しますから。その後はね、いつもの3人衆、藤井、松本、最後は最近ラーメンを絶って、そうめん生活、ダイエットに成功してね、去年の気量を取り戻しているオスナが、三者凡退できっちりと締めてくれました。オークス5連勝。美しい。どうやらこの宮崎において16年ぶりの勝利らしくて、16年って、いや、どんだけ勝ててなかったんやって感じですけど、まあ、そんなジンクスすらも打ち破ってしまうぐらいね、今年のホークスは強いぞと、それを証明するような試合でした。これでオリックスとの差が9ゲームってことでね、まあ、まだ5月上旬にしてはかなり順調なのではないでしょうか。まあ、オリックスがいつ調子上げてくるかわかんないんでね、話せるときどんどん話しておかないと。ただ日ハムが今日も勝ったということで、まあ、ゲーム差5のまま。ちょっと不気味っすね。明日はちょっとロッテさんに頑張ろうってしていただいて、2位との差を話せるようにして、行きたいところですね。で、明日が鹿児島で試合あるんですけど、鹿児島の天気予報がもう土着そ雨で降水確率 100%。 まあぶっちゃけ多分運転中止になりそうだなって感じはするんですけど、大関くん雨男すぎやろ。大関くんの登板日いつも雨降ってません今年。まあ今ホークスすごい調子いいんでね、できたら試合やってほしいんですけど、雨で中止になったら中止になったでね、選手たちにとって、まあ、2連休挟んで今日試合してまた2連休っていう、まあいい休みにはなると思うんでね、まあ恵みの雨かな、中止になったら中止になったで。まあどうなるかわかりませんが、今後もこの調子でホークス勝ち進んでいただきましょう。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ホークス、成功。